はい、皆さんどうもこんにちは、空中部です。今日はですね、道北旭川方面ですね、ちょっと新規開拓で中規模河川っていうのかな、ちょっと入県してみましたよ。ちょっとね、前から気になってた川だったんですけど、入るのは全く初めてな河川ですね。ちょっとどんな魚いるか調査してみたいと思います。タックルはファインテールグラスですね、 B422UL、ここでやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっと探りのスピナー行ってみますね。はい、探りのスピナーファーラップ 4g ですね。あ、なんかそこに円底あるんだな。あ、なんかヒットした、ヒットした。なんかすごいちっちゃいの、ん、ついてるんだよねうわ、ちっちゃいヤマメです。釣れました、ヤマメ、ね、よいしょ。はい、ごめんよ、ありがとう。魚いましたね。あのサイズしかいなかったら魅了は多分無理だね。お、いいサイズ来た、いいサイズ来た、いいサイズ来ましたよ。なんでしょうね。お、ニジマスですか。はい、ありがとう。ニジマスです。やりました。暴れんといて、すぐ話しますからね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。いました。結構いいサイズだったね。なんかもう今日はスピナーで終わりそう。本当はミノーで釣りたいんだよな。シンコヤマメみたいのはいるんだろうな。さっきからコツコツ当たりますもんね。来た来た、人人人人、もう2時じゃない。うん、あー、バレた、正体不明。ヤマメスプーン、これは何ですか。お、ニジマスですね。ヤマメスプーンでニジマスが釣れました。スプーンで釣れるね。はい、ありがとう。こんなやつね、イエイ。のサイズだったらな、スピナーでもいけそうなんだよ。間違えた、ミノでもいけそうなんですけどね。そろそろ退却の時間がやってまいりましたね。もうちょっとサイズ欲しかったな。はい、ということでね、新規開拓調査、まあまあの感じでしたね。スピナーとかね、スプーンとかの金属系ルアーの方が有利なのかな。ちょっとね、この川が増水してるかどうかが分かんないんで、魚が結構薄いなって感じですね。という新規開拓調査でした。本体もご視聴いただきありがとうございました。またご次回よろしくお願いいたします。ではでは。
サイズですか？